日本大阪府大阪市何枠、下寺下寺は、大阪府大阪市何枠の町名。現行行政地名は、下寺一丁目から下寺三丁目。大阪市何枠の東部に位置する、松山地筋の西に面した、南北約950メートルの細長い町。東は、松山地筋を挟んで、天皇軸下、寺町及び大阪、西は、 阪神高速1号環状線を挟んで、日本橋東、南は国道25号を挟んで、天皇塾茶臼山町、北は三倉戸通りを挟んで中央区高津と、それぞれ接する。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。最寄り駅は、はト大阪府大阪市何枠の町町朝あざ一覧。人口統計ラボ。2019年10月20日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、 下寺の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長。あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成12年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長アザトウ総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成17年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長アザトウ総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます